ホテルビクトリアはカナダのオンタリオ州トロントにある歴史的なブティックホテル。1909年にホテルモソップとして開業し、1904年のトロント大化の後に建設された大化建築として注目されたトロント市によって歴史的建造物に指定されているホテルモソップ1909年ホテルビクトリアはトロントの中心市街地で百軒以上の建物を 消失させ5億1000万ドル以上の損害を出した1904年のトロント大化を受けて建設された。大化後の1906年、ホテル従業員の経験があったフレデリック・モソップがホテルを建てることを目論んでヤングストリート56番地の敷地を購入した。モソップはカナダ人の建築家 JP ハインズを雇い、当初から 完全な対価建築となるように建物を設計させた。3年間をかけて計画と建設が進められ、48室を備えた8階建てのホテルが25万ドルの建設費で竣工した。完成したホテルにモソップは自分の名を付け、1909年にホテルモソップが開業した。ホテルモソップ、1927年。ホテルモソップ、1階部分の平面図。 1909年、このホテルは大化建築であることに加え、効率的な敷地計画、カナダ人による設計と国産資材の使用によって知られていた。権威ある建築雑誌、コンストラクションは、ホテルムソップをカナダ自治領における最も徹底的に建設された大化建築の一つだとし、その建設におけるユニークな特徴をいくつも挙げている。 ハインズが直面した中でも最も難しい問題だったのは幅わずか40フィート奥行き112フィートという極端に狭い敷地にどうホテルを建てるかということであったこの決定的な制約にもかかわらずコンストラクション誌の記事は内装設計全体を通して混み合った感じはいささかもない都その空間が有効に活用されており各部屋には 余裕はと述べた。さらに、設計と用いられた資材という点で、ホテルもソップは、おおむねカナダの製品であった。ハインズは後に、1926年に、カナダ建築協会の会長にまでなった人物であり、このホテルの建築の外装は、ゴテゴテした装飾的な細部によらず、単純な直線から構成された、喜ばしい表現だと称賛された。ホテルもソップ。 1919年、ホテルモソップはカナダにおいて建設事業が大々的に膨れ上がっていった時期に建設された。当時は多くの建築用関連の仕事において伝統的な職人芸が根本的に変質し、労働者はしばしば極端なまでに安全性を欠いた状態で働くことを信いられていた。ホテルモソップの建設にあたった労働者たちの多くも、 同様の状態にあった。労働組合に敵対的だったカナダハウンドリーコーポレーションは重い鉄材による建設作業を担当したが、その指揮下にあった労働者たちはかなり大きな危険にさらされていた。その様子はこの事業に鉄骨組立工として関わった労働者の一人によって次のような詩に書き残されている。ホテルビクトリアとヤングストリートの地下鉄建設現場。 開業以来、ホテルモソップは、長年の間、利益を上げ続け、有名なカナダの実業界の大物、エドワード・プランケット・テイラーから相当額の投資を受けていた。ホテルモソップは、地域社会の重要な部分となっており、1918年に、スペイン風邪が大流行し、病院が患者たちを収容しきれなくなった時には、緊急の病院として使用され、 これに対しトロント市当局から称賛された。1920年代になると、ホテルもソップは財政上の混乱に直面するようになった。この状況は、オンタリオ禁酒法によって、当地でビール醸造所の株式を保有していたテイラーが、ホテル営業の免許を保持することができなくなるなど、飲酒に対する法的規制によって状況は異層悪化することになった。その結果、 1927年にはホテルは休業に追い込まれ、ジョージとマシューのエリオット兄弟に売却された。相当な金額をかけて全面的に回収され、リノベーションが行われたホテルをエリオット兄弟はホテルビクトリアとして再開した。以降、ホテルの経営状況は改善し、第二次世界大戦が勃発するとトロントを席巻した愛国的感情に、 ホテルビクトリアも加わって、戦費調達に協力するチャーチルクラブを設立した。戦後は、帰還した兵士の多くがホテルビクトリアを訪れ、このホテルはトロントでも最もよく知られたランドマークの一つとなった。ホテルビクトリアの宣伝用マッチブック。1950年代から1960年代にかけて大きな規模での改修は行われず、 ホテルビクトリアの収益性は徐々に損なわれ、挙句には、葉巻を加えた山下たち、夜の女たち、ビール好きのベイストリートの株式仲買い人たちが集う場所として知られるに至った。1960年代末には、ホテルが追っていた負債も相当な金額に上っていた。1971年、地元の不動産開発業者、ポール・フェランがこの負債を引き受け、 1>, 1万ドルでホテルを買収した。フェランは200万ドル以上を投じてリノベーションを行い、ニューヨークやヨーロッパで再興されつつあった類のブティックホテルを作り上げた。フェランは自らリノベーションの細部にまで関わり、壁に掲げるビクトリア町の印刷物をロンドンで買い集め、2階のバーをほぶねで愛好家のための空間にし、ケンキャメロンにロビーの段度の上を飾る油彩画を発注した。 その結果、1970年代から1980年代の前半にかけて、ホテルは再び利益を上げるようになった。1984年9月、新たに制定された当治の防火条例によって、ホテルは新しい機械や安全装置類の導入が必要になったが、これを機に、フェランは不動産開発業者のチャールズ・ゴールド・スミスに250万ドルでホテルを売却した。 ゴールドスミスは、さらに250万ドルをかけて、リノベーションを行い、1年以上かかった工事を経て、1階正面のレンガ壁をすべて撤去して、構造的な鋼鉄とガラスのパネルに置き換え、ロビーにアトリウム効果をもたらすなどした。もともとあった大遺跡の壁や柱は修復され、もともとあった漆喰による天井のコーニス状の装飾は、 職人がろうで型を取って正確に形を複製して修理した。ホテルは1986年3月に再開業し、高級ブティックホテルとして1980年代から1990年代を通して成功を収めた。1997年、ホテルビクトリアはシルバーホテルグループによって買収された。2011年、 ホテルのロビーや客室は全面的にリノベーションされた。開業当初からの大理石の柱や、長部の装飾的な繰り方などは保存された。2013年、ホテルの所有者は、階層をさらに8回分積みまして、高さを倍増させる増築の申請を市当局に提出した。ホテルは2017年6月にクワドリアルプロパティ、グループに売却され、 同社はブロック全体を再開発するマスタープランを立てた。シルバーホテルグループは引き続きこの物件のホテルとしての運営を続けている。クワドリアルの計画ではヤングストリート、ベイストリート、ウェリントンストリート、アデレードストリートで囲まれたブロック全体を解体ないし再開発しようとするものである。この計画はヤングストリートに面したすべての建物を撤去し、 ホテルのファサードだけを残すとしている。ホテルの玄関は再開発された複合施設全体の入り口として再利用される。複合施設の構想棟は64階建てとなる。複合施設の大部分はオフィス空間となるが3階から8階までの一部はホテルとして利用される可能性がある。ありがとうございます。